皆さんこんにちは。今日はこちらのマイナーチェンジをしましたホンダのフリードハイブリッド G のブラックスタイル、こちらのご紹介を今日はいたします。で、私も再々フリードいろんなフリードを乗ってきました。前期モデル、後期モデルで、モデュール X の前期後期と乗ってきまして、でクロスター非常にこの車の売れ筋になるわけなんですけれども、まあいろんなフリードを乗ってきたんですけれども、非常にこの車は CM でもやってますが、ちょうどいいというにふさわしい車になります。で、車自体がまあ小さくなってる M クラスミニバンではなく S クラスミニバンなので、トヨタでいうと、まあ、シエンタという車が、まあ、対抗機種になるわけなんですけれども、 M クラスミニバンに乗ってた人がこの S クラスミニバンに乗り換えても納得のいく車に仕上がってると、まあ、いうことから、今でも非常に根強い人気がある車になっています。で、そのフリードの、まあ、強みを今回ご紹介をしていこうと思います。まず一つ目は、何といっても、まあ、こういった車を買われるそうなので、やっぱ非常に気になるところは経済性というところなわけなんですけれども、今燃費で高速道路を走ってきたところなんですけれども、今ちょうど 19.6、 だいたい20キロぐらい走ります。で、カタログ値はリッター28になると思うんですけれども、まあ、非常に燃費性能が高いで、今こちらはエアコンをつけている状態ですので、まあ、それでもリッター20走る車になっているというのが、まず一つこのフリードの大きな強みになります。で、もう一つ、二つ目の強みは何かと言いますと、この車体の大きさによって非常に車が軽快に走ってくれるということになります。まあ、あまりドライビングに興味のない人によってはあまりピンとこないところもあるかもしれないんですけれども、僕はすごくこのフリードに関しては一番価値があるところは何かというと、このちょうどいいパッケージングで M クラスミニバンに負けない使い勝手があるというところなんですけど、もう一つはその小さいパッケージングが走りに大きく反映されているというところになります。非常に車の動力性能も高いし、運動性能も非常に高くてキビキビ走ってくれる車で、 M クラスミニバン、まあ、このスライドドアがついている車とは思えないような軽快な走りをしてくれるというのが、このフリードの大きな強みの2つ目になると思っています。3つ目の強みは、もう今や希少になってしまったIDCD、ワンモーターユニットを搭載しているハイブリッドだということになります。で、これはハイブリッドなんですけど、ミッション自体が DCT という、まあ、このクラスの車で DCT のトランスミッションがついている車っていうのが、まあ、ほぼほぼないと言ってもいいんじゃないかなと思うわけなんですけれども、まあ、それによって、まあ、シリーズパラレルハイブリッドで走行させていると、まあ、ギアによってハイブリッドであったり、ギアによって EV 走行であったり、エンジンで走行させたりということで、使っている変速ギアの段数によってハイブリッドだったり EV だったりガソリンで走行したりということをしているユニットになっているということもありますので、まあ、そういった意味においてガソリンで走っているという依存度が非常に高いということになります。例えば今これステッパーゴンにはついてないんですけれども、このハイブリッドにはタコメーターがちゃんとついています。で、こういったところからも、これはやっぱりガソリン車でもあるんだよということをすごくこう強調していると思うんですけれど、まあ、今ちょうどゼロになったわけなんですけど、ハイブリッドで EV で走行するようになるとエンジンが停止して、今ちょうどタコメーターとしてはゼロになったわけなんですけれども、まあ、これによって EV 走行もできるんですけれども、まあ、例えばアクセルをこうパッと踏んだ時には
っかりとエンジンの回転がこう立ち上がってエンジンでも走行してくれるとい う、 こうシリーズパラレルハイブリッドになっているとまあいうことになります。でかつ今ローに関してはパワーを要するということもありますので、一速に関してはエンジンで走らせるということで今ちょうど今エンジンの回転が上がったわけなんですけども、このようにもうエンジンがガソリン車なんじゃないかっていうぐらい非常に音がするわけなんですけども、まあ、このようにギアの段数によってガソリンで走ったりハイブリッドで走ったりということが楽しめる車になっているということで、すごくこれは珍しいユニットを積んでいると言ってもいいんじゃないかと思うんですけれども、非常に楽しい1台になっていると、まあ、言ってもいいんじゃないかと思います。そこはやはりフリードの強みでもあるところなんじゃないかなっていうことを、まあ、僕自身持っていたりします。で次4番目なんですけれども、4番目はこの乗り心地がやっぱり非常にいいなということになります。このマイルドな乗り心地というのもおそらくこのフリードに乗って驚かれる方もいらっしゃるんじゃないかなって思うんですけれども、すごくしなやかな乗り味になっています。でステッパーゴンでいうと新型の FF のステッパーゴンはやっぱ少しちょっと固めだったんですけど、四駆はすごくしなやかで、まあ、またちょっと四駆のこのしなやかさとも少しこう違った乗り味ではあるんですけれども、僕がホンダ車乗って歴代にすごく乗り味がいいなって思った車が RP3 の初期型のステッパーゴンのモデューロ X になるんですけど、なんかそれにね近い乗り味になってるっていうことです。スポーティーに走るんだけれども非常に乗り味が良くて、このダンパーとボディとのこの間にラバーのクッションでもついてるんじゃないかっていうぐらい非常にしっとりとしなやかな乗り味になってるわけなんですけど、このフリードに関してもそこが非常に感じ取れる車になっているというところです。そこがすごくこの車に乗ってていいなと思ったところになります。で次最後なんですけども、この車のロッドノイズで、ロッドノイズに関してはこれ横浜のブルーアースっていうタイヤ履いてるんですけれど、ブルーアースって結構このロードノイズに関してはいいイメージを持ってないんですけれども、このフリードという車は結構フロアに関しても遮音対策っていうのをしっかりと施している車になっています。まあ、下がフラットになってるっていうことは、まあ、空域も考えてっていうことももちろんあるとは思うんですけど、まあ、材料によびきりなんですけれども、さらにその遮音対策っていう意味においても結構生きてくるというところは私自身もすごく思うところではあるんですけれど、こうやって車を走らせていっても特にうるさいなとか、なんか雑音がするなとか、なんか耳障りだなっていうことをほとんどね感じない仕様の車になってます。割と頻繁にエンジン自体も稼働していて音もするし、モーターの作動ももちろんするんですけれども、でも逆にそういったエンジンだとかモーターの作動音とかがこう入ってくる分、ロードノイズだけが際立ってくるっていう感じっていうのが全然なくて、結構ね普通の車のように乗れてしまう。でもハイブリッドだなっていうところはもちろんね感じてる車でもあるので、すごくね車内の静粛性においてもなんかちょうどいいなって思わせてくれるような、そういった走りになっているっていうのがこのフリードの、まあ、強みになってくるのかなと思いました。はい、ということで、まあ、フリードこちらの車はもう末期の車になるわけなんですけれども、非常にこの IDCD ワンモーターユニットを積んだフリード売れてる理由というものがしっかりとこう乗ってみて、まあ、分かる車であるなということを、まあ、今回改めて感じた次第になります。はい、ということで今回はこちらの新型、こちらの前段展示しました、フリードのハイブリッド G の
ブラックスタイル特別使用車、こちらのフリードの、まあ、強みについて今回ご紹介をいたしました。当チャンネルでは車よりカー用品のレビューを行っておりますので、興味のある方はぜひご覧になってみてください。また最後になりますが、チャンネル登録高評価をいただけますと今後の動画運営の励みになりますので、ぜひよろしくお願いをいたします。それでは失礼をいたします。